はい、どうも皆さん、こんにちは。ムーポンです。ポケモンスナップ、引き続きね、調査進めていきたいなってとこなんですけど、なんかね、そう、久しぶりに起動したら、ボルク島の調査してくれ、みたいな。あれ、ここで撮影できるようになったから、ここで撮影してくれって言われるんかなと思ったらね、なんか違います、みたいな。そんな感じみたいなんですけど、なんかせっかくここで撮影できるようになったんで、ちょっとね、ここで撮影やりたいなと思います。ベースキャンプで撮影しますか？これはあれかな？動きながらなんかな？なんか自由に撮れたりするのかな？わからん。システム全然わかっ、あ、一緒やん。へえ、そうなんや。こんな感じで。音楽鳴らしたら誰か反応、うん。はい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 。01号の。ということは、ネオ1号。01って言っちゃった。ね。ネオ1号の調査ができるよと。っていうことは今何？なんか歩きながら撮ってんのかな、おそらく。で、また何かある？あ、なんだこれ。え、あ、消えた。ちょっと調査できんかった。分岐がある。こっちに分岐すると？あ、階段上がる。やっぱあれか、徒歩なのか。え？階段上がる？わかります。上がって、研究所内のポケモンとかも取れたりするんか。え？あ、すげえ、すげえ、すげえ、出てんね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 。あ、ちょっと、チューン、チューン、どれ？何これ？屋根。2階は博士の生活スペースになっている。あー、ロフトですね。いや、これ絶対下のパソコンの熱上に上がって熱ーってなってるわ、今頃。完全に僕の部屋と一致なんですけど。こっから外に繋がってますよと。はい、外来たよ。これはどっから？あー、この分岐の後のスタートなのかな。あ、イーブイと、ヤブクロンが、なんかしてる。音楽鳴らしたらこっち見ることはないね。クシクシしてる。EV は？ EV はなんともない。で、何かが調査できる。何がある？あ、水飲み場があんのか。新鮮な水がたっぷり入ってる。あ、ピカチュウ？ピカチュウ？いや、全然あれね、音楽に興味を示さないね。よち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 。食べちゃう。にーがー。それ別ゲー。お、ウソッキーいいんじゃん。ちょっと待って。ほよ？音楽なら、あれ？全く反応を示さない。こっち側は？これ何？焚き火。お、炙りボン。炙りでした。ちょっと違う。進化前。アブリーもリンゴに反応する？あ、すんねや。へえ。リンゴの方が大きいのに不思議。結構いる、アブリー。あ、結構いるね。あ、ポヨンってなった。ポヨンってなったけど、果たして、ポヨンの瞬間どれだかな？で、ぐるっと回って帰ってきたのかな、これは。こっち側も行けるんかな？お、なんだ？今度は。右。これ。これ何？なんかいた今。小さなポケモンが、あ、ホルビーいいんじゃん。これ何？何それ？え？リンゴ当てろ的な？ふっ。あ、違うの？え？あ、ピッ。お、来た？来てない。お、来た！さっきのチェックマークは何だったんだろうね。わからん。っていうか、いっぱいあんねや、01号。じゃあ、ネオ1号。ああ、リタも満足と。いやー、いつもの景色なんだろうけど、なんか僕にとっては新鮮な感じがしたぞ。ちょっとあのリンゴもうちょっと早く当てたかったな。たくさん発見があったみたいだね。いいと思った写真を見せてくれるかな。はーい。そう、ムーランド初めて撮ったもんね。やっぱ大きいって正義でしょ。で、ムックルが、いるが、あー、どうなんだこれ。まだ後ろ向いてるよりはこっちの方がいいかな。完全にピカチュウの写真やけどな、これ。
しかも何気にあれか星さんやから多分水飲んでる瞬間とかなんかな、取れたのか。でホルビーがピッて出てる。で、デンネはどれも一緒、もう一番近いやつにするか。で、イーブイが横こっちで、ヤブクロンはまあクシクシで真ん中かな。で、ピカチュウはリンゴ食べてるやつ。いや、でもどうなんだろうね。まあ星1も星2も両方取れてるから、これでも近いから更新になるかもね、記録。で、ウソッキーは初めて。で、アブリーがリンゴをツンツンの瞬間か。あとはなんかもうどれがアブリーかわかんないぐらいやもんね。やったらこれにしとくか。ノーデータ。え、これノーデータなん？完全にデデンネの写真やけどな。で、そっか、ここは耳がチラって出てるだけなんで、まあノーデータですよと。そんな感じみたいなんで。よし、ひとまず今撮ったやつ見てもらいましょうか。どんな写真があるかな、どんな発見があるかな。新発見だ。いや、完全に庭で撮りましたけど。はい、うん、あ、よかったんや。まあ大きくてしっかり撮れてますもんね、なんやかんや。ムックルかっこピカチュウ、いや、もうなんならもうハンコの位置でムックルかぶってるしみたいなところありますが、さあ水を飲んでいるところか、ベストタイミング。ただ真ん中ではないと。はあ、はあははあ、いや、これを真ん中で取れるようになりたいな、ちょっとね。なんかすごいポイント4000とか超えそう。で、ホルビー、はい、落ち着いている様子。ああ、そうなんや。なんかリンゴぶつけて出てきたからちょっとびっくりしてたりするんかなと思ったけど、そんなことはないのね。はい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 。で、デデンネ。ああ、デデンネもな、ちょっと遠かったもんね。なんなら、そう、デデンネばっかり取ってて、タブンネを取らなかったんでね、ちょっとそこが心残りあるなみたいな、そんな感じやけど、ポーズ良くないの？ 200？ なんで？1のスコアがいいね。バランスよく真ん中に取れてるよ。まあ真ん中に取れてるはいいんですけど、うん、なんかポーズ良くなかったのか。あ、そっか、イーブイ初めてじゃなかった、そういえばね。メガニウムのお友達として登場してましたもんね。で、ヤブクロンは初めて。あ、クシクシしてる瞬間。これいいんじゃない。あ、いいですね。ね、このクリスタル、クリスタルポイント、プラチナかな。ね、高得点得られましたね。で、ピカチュウもしっかり更新。うん、まあまあまあね、明らかに自然のやつじゃないけど、研究室のピカチュウばっかり写真が溜まっていってるが。で、ウソッキー、ウソッキー振り向かすことできへんかったよな。はい、まあいつも通りと。はい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 。で、アブリー。アブリーはもともとちっちゃいけど、どうなんやろな。これ、アブリーにしてはでかいとかない？そんなことない？そんなことなさそう。向きも大きさもちょっとうーんって感じね。もう超ドアップで撮るしかないのか、そうなると。あ、ベースキャンプも調査レベル。ポイント高っ、調査レベル。へえ、これはちょっと上がる気配がないね。新しいルートの調査もバッチリだね。この調子で、次もこの調子でいこう。お、研究室の探検。あ、研究室内に赴くルートを発見したね。一個なんかね、見落としあったけどね。あれ何やったんやろな、結局わからん。ひとまずじゃあアルバム保存していきましょうか。さあ、残す写真を選びたまえと。まあムーランドしっかり写ってるから、これは残す。で、いや、これデデンネだろう。ね、デデンネもうちょっとよく撮りたいな。いや、でもあれ以上は近づけなさそうやからね、なんとも言えないよね。で、ムックルが水飲んでる瞬間、完全にピカチュウの写真やけどな。まあ、で、アブリーがリンゴに寄ってる。まあこんなもんかな。いやー、ベースキャンプの撮影なんかね、いろいろできますよっていう、なんかいろいろできますよっていう、とにかくいろいろできますよみたいな、そんな感じね。ただ
調査ポイントの壁はめちゃめちゃ高かったんで、じゃあちょっとなんか砂漠かな、調査行ってくれみたいな、なんかね、そう、ポルク島の調査行ってくれみたいな、そんな感じやったんで、もう一丁ちょっとポルク島行ってみるか。調査レベル2、これどうなんやろうね。なんか昼間のルートってなんかね、あの分岐を強制的に左に行ったルートっぽかったんですけど、夜のルートはなんかね、分岐行かなかったら右行くじゃないですか。そっちルート昼間実は行けた説とか、そんなことあんのかな、わからん、わからんが、あー、いっぱいいる。はしゃ、あー、食われたわと。で、サボネアってなんか、あれらしいですね。リンゴ刺さるらしいですね。ちょっと、届く。おや？お、あ、刺さった。刺さったんじゃない？どう？刺さってる？ほよ？お、刺さった！面白い。刺さるときと刺されへんときがある。けど、この刺さった状態取っといて置いときましょうか。お、ちょっと待って、違うわ。で、このスコルピ吹っ飛ばされるんですよね。なんか、取れなかった。いいとこ取った？いやでも今完全にピカーってなってる瞬間が撮れてたっぽいんで、いやこれなんかいろいろと成功でしょ。そんなことない？ちょっと待って、ここにいっぱいフラワーあるけど、これ全部照らすと何か儀式的な何かが起こったり。急に降ってきて消えたんだけど。あ、ちょっと待って、メテのピカーってしてる。おー、なんかクルクルしてる。すごいすごいすごい、どういうことどういうこと。メテのにリンゴ当たるかな。今取れた？ちょっとペコってなったような、なんかね、取れたような取れてないような、なんとも言えないんですけど。こっちはルガルガン照らそうぜ。ちょっと、あ、そう、分岐して、おお、すごい色してんな。およ？今回はこっちね、こっちです。あのカバー照らそうぜ。あのカバーって呼ばない。カバルドン照らそうぜ。カバルドン照らしたけど、なんともないんだね。お、起きた？起きた。おはよう。お、のっそのっそのっそ。どうする？お散歩。あ、ついてくる。ついてくるんですか。で、ガルーラもピカーして、ぽよぽよ、反応なしか。カバルドンずっとついてくるな。どう？え？言うてたら帰ってったけど。ちょっと待って。そっちじゃないよ。ぽよ、あ、こっち。あ、リンゴ食べてる瞬間撮った。いや、そんだけなんだけど、もうなんもない？なんもない？なんか、あれゴールマーカーか。なんか急に何かが明るくなったんかと思った。なんか当たりそう、あれ。ちょっと待って、クリスタフラワー照らそうぜ。あー、ルガルガに座れた。よし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 。ん？なんか、なんだこれ。バンギラス、え？なに？なんで？え、これ、クリスタフラワー照らしたからってこと？すごい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 。すげえ。ドスドス来た。あー、リンゴ拾って食ってる。ふわー。おー、いいぞ。すごいね。バンギラスカラーやな、今気づいたら、この。
ね、イルミナオブ。すごい。これなんかもう調査できたりとかはしない。おお、なんか怒ってる。いや、しかし砂嵐の中にいたのはバンゲラスだったとはね、まさか想像もしなかった。どっか行くのか。あー、でそのままゴールと。早く写真見せろ。あー、ちょっと待って、カバすごく寝てた。もうバンギラスに気が入って、もうそれどころじゃないみたいな、そんな感じになってましたが、さあ、お、新しく調査できたポケモンがいるのかな、これは楽しみだ。なんかね、レアなの撮れたよ、レアなので。びっくりが出てるけど、ちょっと待って、とりあえず写真見せる。でサボネア、もう、そう、刺さったやつ見せたいよね。これとか。あ、ちゃうわ。へぇ、星1判定なんか刺さってる状態も。まあ、とりあえずこれ見せて。これちょっと、ね、衝撃映像みたいになってるけど、渡しとくか。で、星3。あー、これ星3なんや。あー、どうなんだ。いや、まあでも威嚇する瞬間、せっかくやから渡しとく。これ。で、メテノが、なんかいろいろ取れたが、星2、星3、星3初めて。星3渡しとくか。で、ルガルガンは、なんかすごい照らされてるやつ。まあ全部星1なんで、まあこういうのを見せとく。で、カーバルドンは、星1、星2、星2。ぼんやりしてるね。どれも結構近くで撮れたからいいなーって感じするけど、これとか。でガルーラもまあね、横から相変わらずみたいな。で光らせたクリスタフラワー、そう、光ってるとは言わない、光らせたクリスタフラワーを見せましょうか。よし、じゃあ一緒に見ていこうか。そう、まあナックラーはね、どう？あ、でもなんかちょうどいいタイミングで撮れたんや。大きさは微妙なのか。ただそれ以外の点が上回っていたが、まあ惜しくもといったとこですね。でサボネアはなんかね、刺さってる瞬間ね、もうなんか何食わぬ顔で突き刺さってますもんね。よし、これはいい感じに撮れたんで更新しましょう。で、スコルピが衝撃映像。あー、次は動きをよく見てタイミングを合わせてみよう。ダメなのか。いやー、衝撃映像撮ったけどな、ダメっぽいね。で、そう、バンゲラス初めてのポケモン。次はバンゲラスか。撮影に成功したのは初めてだね。まさかね、砂嵐の中にいたとは思わんかったからね。あんな登場すんねや。よし、でなかなかの高得点いただいて、でメテノもね、これ何の瞬間？華麗に空中を飛び回ってるね。よく撮れてるね、この調子だよ。なんか飛び回ってるってほど、なんかね、せわしなく動いてる感じはなかったけど、まあいいや。で、ルガルガンは、まあなんかとりあえずピカーってしたけど、まあ前回の方がしっかり撮れてますよと、そんな感じみたいなので置いといて、これ結構更新したんじゃない？大きいよ。そうでもないの？あ、でも、ニューレコード出た。よし。ちょっとなんかね、この黄緑色が似合うか似合わないかで言うと、似合わないポケモンが多いような気もするが、ね、黄緑に光るってちょっと難しいですよね。まあ、取り扱いが難しいが、まあまあまあ。で、光ってる状態取ったけど、これは光ってる状態取ったというか、無理くり光らせたみたいなとこありますけど、いやでもあれか、クリスタフラワー、あれね、照らすとなんかね、いろんなポケモン、メテノとかね、バンゲラスとか登場して、なんかね、狙えれば狙っていきたいなみたいな、そんな感じはありますが、さあ、スタンプ、お、ところで、お、来た。調査も進んできたので報告があるよ。本当？写真を整理した後伝えるから楽しみにしててね。はーい。よし、じゃあまたアルバム整理していきましょうか。よし、
じゃあアルバム保存していくが、バンギラスはまず残したいので、この衝撃映像残そうぜね、それも気になってしょうがない。でメテノはなんかとりあえずキラーンってしてるから残して、いやこの辺はあれですよね、もう思い出したかのようにイルミナオーブ使いまくってる状態なんですけど、とりあえず見せたやつ、イルミナ状態じゃないバンゲラス、これとかもなんかいい感じに撮れてるけど、まあこんなもんかな。でベースキャンプ戻りましょうか。さあなんかあれかな、そろそろまた新しい地点が行けるよみたいな、いやどうなんやろ、ベースキャンプで撮れるようになったばっかりやけど、よしよし、ミーティングを始める。おお、大事な会議。博士、次行ける場所が分かったんだろう。あ、やっぱりそうなの？そう、相変わらず元気だね。早く分かった分かった。ね、次の調査は火山。今、ボルク島の、砂漠の方を調査してましたが、今度は、火山に行けるようになりましたよと。これあるかな？火山でも同じイルミナボール使えるんかな？火山すげえ。まあ、でもなんか海のところとかはね、なんかこう連なってるところ全部同じボールいけそうみたいな、そういうところがあるんで、おそらく大丈夫だと思うんだけど、そうネオ暗号って火耐えれんの？もちろんネオ暗号の強化も終わってるよ、大丈夫。そんなところにポケモンたちもいるの？それを調べに行くのが君たちだ。ではよろしくね。はーい。火の炎のポケモンとかがいっぱいいそうではありますが、じゃあ次回はその火山の調査やっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。